今日は節分ですね。なんだっけ、あのさ、メールでもさ話したんだけどさ、これリチャが活動辞退したじゃないですか。でジワルデイズを聞いてたらなんかめっちゃあの感動してしまいました。お疲れいち、こんばんは。今日は髪の毛を下の方で結んだ。恵方巻き食べてないです。これから食べる恵方巻き今私の横にあります。ちょっと作るか迷ったんだけど作らないで買いました。今日は今年は買いました。普通どの時間でやってもあのイベントの方にかぶってしまうから、ちょっともう普通にやら普通の時間にしました。ウラベさん、ニャストありがとう。ミサミさん、ピーナッツ、あ、豆たくさんありがとう。高田さん、ピーナッツじゃなくてココナッツじゃなくて落花生ありがとう。クワイチもありがとう。ミサミさんハートありがとう。ヤスさんハートありがとう。ラベさん、ブーキありがとう。ウパラさん、ニャストありがとう。クワイチもありがとう。なんかクマもありがとう。ウパラさん、あ、なんだこれ、ピーナッツありがとう。シンガーさん、ピーナッツありがとう。マッツさん、ニャストありがとう。福はちもありがとう。恵方巻きみんな食べましたか？もういやまだね、あのX にあげたかったから先に写真だけ撮っちゃった。大ちゃんさん、リーチに出会ってからちょうど今日で1年になりました。福はちです。嬉しい、ありがとう。1年もリエのことをずっと見ててくれてありがとう。本当に嬉しいね。1年もさ好きでいてくれるんですね。本当に感動する。なんかありがとう、本当に1年も仲良くしてくれてありがとうございます。イベントじゃないから落ち着く。本当ですか？あ、イベントは参加してないです。参加してないよ。普通に配信してます。でもそう、どの時間にやってもさかぶってしまうから今回参加してる方も多くて、あ、もう仕方ないということで。あ、なんかすごい工事の音が聞こえる。ずっと楽しみにしていたのに、がっかりして立ち直れない気分だし、ここでひと芝居、ガンガンガン風邪をひいたみたい、わからもっと優しくして。あ、僕たい、そう、28日の僕たい、よろしくお願いします。僕の太陽公演2月の28日、多分2月、それだけかな。2月自分が出る公演は28日の僕の太陽公演のみだと思うので、皆さんぜひ会いに来てね。僕の太陽公演お待ちしております。
ゆうちが好き、ありがとう。本当に風邪ひいた、今日だけは看病してあ、そう、なんか28日はそうメンバーがね、あのゆいにゃんがみぼんのところにゆいにゃんが入って、りょうさんのとこにさっちーが入ります。りょうさんが多分別のお仕事みたいな感じなんかな、でも多分そういう感じだったらメンバーが変わるみたいなシステムでした。あのお仕事で、他のお仕事で出れない、公演が出れないとかになった時に、あのもう一つのグループのこのメンバーが入るっていう仕組みですそう、ゆいにゃんがね、僕対28日が初なのかな、お正月も元旦公演もゆいにゃんいたけど、あのちょびっとしか出てないから、全部ね出るのは28日がゆいにゃんの初公演、初僕の代表公演なので、皆さんぜひ見に来てね。楽しみ、僕の太陽公演28日。メンバーが違うとなんかちょっとワクワクするよね。今日めっちゃキラキラつけたんですよ。キラキラ。ちょっと伝わりますか？しけましんさん、ゼミとピーナッツありがとう。ピーナッツ、ピーナッツなの？あ、後ろ、そっか、この辺よね。ツンツンさん、28日は初ユイニャンを見に行きます。ついでにリーチも、ついで、うん、もうついででも嬉しいですついででも嬉しいので見に来てくださいユイニャン、リーチこんばんは。今日は学習成果発表会というので昼まである。そう、今日も学校あったの。大変だね、土曜日なのにさ。頑張ったから褒めてほしい。お疲れ様、ゆうにゃん、よく頑張ったお疲れ様、本当に。ビーゴの会社、ゆうにゃんのひまわり楽しみ。確かに。あれ？でもさ、あれ、元旦公演ってゆうにゃんひまわり出てないっけ？なんか私の中で勝手にさ、ゆうにゃんひまわり出てたイメージがあるんだけど。でもみーぽんだよね。あれ？でもゆいにゃんがさ、ひまわりの衣装を着てるのをさ、私見た記憶があるんだけど。え？どういうこと？妄想？私の妄想かな、これ。ちょっとデイの妄想かもしれんわ。でもゆいにゃんがひまわり着てたのなんか見た記憶あるんですけど。ピオさん、ピーナッツありがとう。ね、ゆいにゃんはね、そう、ゆいにゃん初公演です。ゆいにゃんはね、あれですね、瀬戸内ツアーの時も一緒にね巡ってるので、なんかね見慣れた感じ。ひーちゃんもゆいにゃんもリエも一緒に回ってますからね、香川兵庫。ドキドキします。だって近く寄っただけなのに。おいでます、元気さん。シャッフルメンバーもいい、僕対公演でシャッフル公演楽しんで、僕も楽しみましょう。一緒にね
楽しもうね。でも休みばっかしたら、休み現金ですから、休み現金でよろしくお願いします。シャッフルでも初めてのメンバーがいても休み現金です。大ちゃん綺麗な、ありがとう。あんまりめっちゃキラキラ使わないんですけど、結構あんまりキラキラのアイシャドウ使わんのだけど、今日はキラキラ使った。見えますか？あ、見えますね。伝わってるよ、キラキラしてる、よかった。キラキラです、キラ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 。なんか最近全然寝る時間は遅いんですけど、寝る時間は遅いのに、寝る時間も遅いんだけど、肌の調子が良きです。最近肌荒れしない、睡眠時間短くても遅くても。今日顔のコンディションいいですか？ありがとう。くまねパパさん、たくさんピーナッツ落成ありがとう。いっぱい降ってきました、ありがとう。実は2週続けて土曜がなくなったんです。先週はテスト大変。でも土曜あるとさ、なんかさ、休みが休みに感じないよね、本当に。日曜日しか休みないし、一瞬よね。石毛マシンさん、さっきまで巻き寿司20本を作って疲れ果てました。なんでそんなに20本も作ったんですか？泉さん、こんばんちゃ。さっきお返事気づいて高まりました。あ、そう、ちょっと遅れちゃったんですけどね、返しました。まだでも全て返し終えてない。ちょっと急がないと。遅れちゃったんだけど、見てくれた？ともこしさん、ピーナッツありがとう。おいでます、元気さん。25日はループするから、お題書いて話すね。素直に思ったこと話す。レイちゃん、ためになったらいいなって。え、なんかちょっと緊張するけど、ありがとうございます。もう来てくれるだけ嬉しいのでね、待ってます。くまねぽぽさん、綺麗な目してんな。本当ですか？キラキラですよ、今日は。綺麗な目してますか？見てってくださいって。ちょっと明日がお話し会だから、ちょっとなんか今気分が結構ハッピーって感じ、ちょっとテンションもちょっと高い感じかな。あ、そうだ、恵方巻き、じゃじゃーん、買いました。今年は買いました、恵方巻きを。何が入ってるのか分かんないんですよね、なんだろう。サーモンとキュウリと卵かな。なんか本当はね、もっと大きいやつ買ってたんですよ。めっちゃ大きいやつ買ってたんですけど、食べづらいかなと思って、配信で食べるとしたらちょっと食べづらいかなと思ったから、急遽このちっちゃいやつを買いました。ブロッコリーいらないよ。ブロッコリーあったらもう食べれなくなっちゃいます。ブロッコリーあったらもう食べれません。そう、でも無言で食べるの嫌なんよね、いつも。もうなんか緊張するよね。くまねぽさん、千葉の太巻き見た。なんかめっちゃさ、カラフルでさ、可愛かったしさ、すごい綺麗だった。なんか芸術的な恵方巻きだった。最近は超えちゃっちゃう、なんか最近、はい、大丈夫ですとか、オッケーです、ユキみたいな。すぐこうやってやっちゃう。絶対ミューポンから映ってると思う、ディエ。ミューポンがこれやるイメージあるから、なんかディエも映った気がする。節分パーティー最中。なるほどね、いいな、いいな、楽しそう。
もうリエはこうやって画面の前でね、一人でねこうやってパクパク食べてるだけですよ。あ、もうみんな食べてるんですか、恵方巻き。ちょっと先に X 投稿してもいいですか、でも。待ってね、先にもう写真撮っちゃったんよね。ついでにジェイたち、ジェイちに首ったけ？なんですか？ちょっと待ってね。何のやつ？ちょっと後で見ますね。音出し入れ。ちょっと X 投稿しまーす。いつもギリギリなので。あ、え？でも1億人にバスへつけないと。STU48、 なんか自分が STU48 ってなんか、どういうことって感じ、どういうことって、なんか不思議な気分ですよ。
もうね、最近とか今日だけでジュアルデイズを何回聞いた？3回、あ、じゃあ6回聞いたね。移動中にも聞いてたし、レッスン行く前にも聞いて、レッスン帰ってきてからもう聞いてて、もう最近ずっと聞いてます。本当に よし。あ、1億人にバズるつけ忘れてた。オッケー。なんか外から叫び声聞こえたんですけど大丈夫そう？よいしょ。じゃあ恵方巻き食べますね。ちょっとお水飲みます。その前え、そういえば今日財宝飲んでたらさ、いつも高級水を飲んでますねって言われた。そう、この前1億人にバズるじゃなくて1億人バズるになっててさ、危ない。じゃあ恵方巻きを食べまーす。あ、待って、なんか海苔飛んじゃったんだけど、今笑ったら海苔飛んじゃった。今日の恵方巻き、今日の今年の恵方巻きはサーモンとキュウリと、え、でも恵方巻きってなんかお願いするんですよね。恵方巻きってなんかお願いするんでしたっけ？恵方巻きルール。恵方巻き。恵方巻きの食べ方のルール。え、無言で食べるだけじゃないんだね。口を離さないで食べるし。お願い事？え、お願い事？お願い事って言われるとさ、なんかさ。パッとお願い事、お願い事人に言っちゃいけないやつ。願い事、願い事に迷っちゃう。何のお願い事にしようかな。どうしよう。でも埼玉でライブしたいんだよね。から、あれ、これ言っていいのかな。じゃあ恵方巻き埼玉でライブをしたいかな。あと、まあ、フェスでもいいんだけど。埼玉でなんかライブをしたい。あといろんな地方に行きたい。お仕事で。何個まで？あ、北海道行きたいんですよね。やっぱ埼玉と北海道に行きたいです。私的に埼玉でライブしたいかな。
はうーんそうだな、なんか大きなライブコンサートがあれば、いやなんかあれだな、うん、どうだろう、うーん、お願い事って意外とあれなんですね、出てこないもんなんですね。埼玉でライブ、いろんな地方に行きたい、あ、ゼロポジで踊りたいですね。この、あ、いいですね。確かに選抜もね、入りたいしね。うん。あ、そうだね。お話し会も完売もあるね。あ、結構いっぱいありますね。いろいろありましたいろいろありました、うんうん、じゃあ、あとなんかあるかなフフフ写真集はそうね、確かに出したいとは思ってたけど、イベントはね参加しようとは思わんかったかな。まあなんか人気が出て写真集出せればいいなって思いました。って感じそれではまあ写真集も後々出したいですね。でも本当にリアム出したいです、出したいんだけど、うんねじゃあいただきます。皆さんもない人は一緒に食べようね、イエーイ。じゃあ東北東だからこの辺よね。もうちょっとここか。いただきます。あ、待って、喋っちゃダメなんでね、もう。いただきます。
食べ終わりました。完食あ、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。え、本当にちゃんと無言で食べたと思う。でも途中から待って、海苔ついちゃった。とろ、海苔がついてるよ。ここにも海苔ついてるわ。ごちそうさまでした。ちゃんとお願いできました。今日は、今日はちゃんとお願いしました。なんか、うん、唇がペリペリする。でもついてない確認しよう。乗りついてない確認しないと。オッケー。乗りついてないです。唇もついてないです。なんかなんだっけ、なんか中にいろんなの入ってた。サーモンとキュウリと卵だけかと思ったら、なんかホタテみたいなのも入ってたし、バジルソースみたいなのも入ってたし、イクラも入ってた。美味しかったです。じゃあちょっとお水飲ませてください。裁縫です。美味しかったです。お願い事もできました。え、みんなさ、ちゃんとさ、無言で食べてるんかな。ホタテ入ってたよ。みんな中身なんなの？大体中身なんなんですか？普通は。
ちょっと待って。ちょっと一回退場しますね。ただいまー。ほんまき食べ終わったよ。さっき食べ終わりました。もう食べ終わったよ。そう、でも X にあげた、なんだっけ、お稲荷さんじゃなくて、なんだっけ、恵方巻きは違うやつなんよね。最初に食べようって言ってたやつ。でもちょっと配信は、配信で食べるには時間かかっちゃいそうだからやめたんだけどね。お腹鳴っちゃった。埼玉これから雪みたい。そうなんですか、今日そんなに寒いんだ。天気予報見てみよう。で、なんか D の天気予報のアプリみたいなのあるじゃないですか。そう、天気予報のアプリ3つ入ってるんよね。なんか学校が近かったところと、学校があったところと、あの普通に自分のお家と、あの広島で、なんか3つ天気予報が入ってる。うん、雨なんかな。でも広島、え、今雨降ってるんですか、広島って。確かに降ってたかも、レッスン帰ってきた時。あ、降ってたわ。書いてました。天気予報。おはようございます、元気さん。命が心配、風邪ひかないかなって。命でも結構風邪ひきやすいんですよね。なんかリアあんまり風邪ひかないんですけど、命は結構風邪ひくんで、まあ多分大丈夫です。でも天気予報見たけどさ、雪降る感じじゃなかったけど、これから雪降るんかな。大変ですね。
すごい、今 X 見てたらイチゴのが出てきたんですけど、もし3期研究生の公演をプロデュースできたらっていうのを、瀬戸利を今見た。そんなのやってたんだ。14人いるんかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。あ、イチゴがいないか。いつ食べるの？確かに大きいやつね。どうしよう、何も考えてなかった。配信用にちっちゃい方買ったけど、じゃあ明日にでも食べようかな。賞味期限明日まで行きますよね。あんま賞味期限気にせんからいい気がする。じゃあママたちはこれから豆まきが始まるらしい。いいな、去年豆まきしたんですよね、家で。去年お兄ちゃんが鬼だった気がする。節分ってでも2月よね。2月3日。ないんかな、2月3日。あったあった、2022年の動画がありました。懐かしい。
待って、お兄ちゃんが鬼やってんのかと思ったら妹が鬼やってました。お兄ちゃんじゃなくて妹が2022年は鬼やってました。2023年の動画ないんだけど、2023年やってないんですかね。2022年は妹が鬼やってましたね。でもワンコたちもいるわ、かわいい。ちょっと待って、今ママからさ豆まきの時の写真が送られてきた。ちょっと待って、これ見せたい、みんなに。やばくない？これアメちゃんです。アメちゃんが豆を捕まえて、あ、待って、ママの名前見えちゃう。ママの名前が見えちゃうんだけど。通帳譜にすればいいんか。おやすみモードにしたいんかな。やばい、鬼らしい。やばくない？これがうちの鬼です。ウケる。これ拾ったんかな、アメちゃん。豆まきして、豆まき、豆まきだっけ。かわいいけどね。でもなんかすごいちょっとボサボサすぎん？毛がめっちゃ伸びてる。かわいい、もうワンコ飼いたいです。自分のお家でもワンコ飼いたい。ほうまきね、確かにね。でもなんかめっちゃ黙って食べちゃったけど、ディーム話しながら食べたかったです、本当は。でも黙った方がいいんかなと思って、でもお願い事できたんで良きです。アミちゃんはほうまきのこぼれ玉を狙ってると思います。多分。じゃあ今日はそろそろ配信終わりにしようかな。明日はお話し会があるので皆さんよろしくお願いします。明日朝配信しようかな。いや、でも早起きしないといけない。でも家終わるのは4時あれぐらいだから、4時半ぐらいだから、全然帰ってきてから配信するんでも間に合う。
あ、そっか、でもあれか、明日日曜日だから別に7時に起きなくてもいいか、別に9時ぐらいから始めてもいいんだもん。じゃあ元気があったらいやでも普通にどうしようね。まあまあなんか時間的にじゃあなんか、じゃあ明日の気分次第で始めようと気分次第でやるかやらないか決めますそれじゃあ壇上見ます。13位ピオさんありがとう。12位ムクロジさんありがとう。11位マシンガンさんありがとう。10位ジェンのカムさんありがとう。9位トウモロコシさんありがとう。8位ミサミさんありがとう。7位ダイちゃんさんありがとう。6位浦部さんありがとう。5位おいでます元気さんありがとう。4位イスケアマシンさんありがとう。3位クマニパパさんありがとう。2位マッチさんありがとう。1位はアルパンさんでした。ありがとうございましたそれではおやすみなさい。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみ朝配信はちょっと考えておきますね。久しぶりにやりたいなと思ったけどちょっと考えておきます。じゃあねー、おやすみなさーい。